最初にですね、私はですね、学科長をしています、水谷と言います。よろしくお願いします。専門はですね、私の専門は建築の設計です。一番わかりやすい、皆さんもわかりやすいところだと思いますけど、設計方法論とかそういったことを研究をしています。で、実際に設計の方も手掛けていて、こちらはですね、群馬県の前橋市にあります、アーツ前橋という、市の美術館ですね。これが2011年だったかな。そんなに経ったのか、13年だったかな、にオープンして、そちらの設計をしていたりとかですね、あと、この比較的近いですけど、武蔵野市がありまして、その横にですね、ゴミ処理場があります、クリーンセンターって、武蔵野クリーンセンターで、これは設計という立場ではなくて、設計監修という、デザイン監修という立場で、設計業務に携わった。一応、学科の成り立ちとして、今の形のですね、学科の姿ができたのは2000、ごめんなさいね、2003年で、その時人間関係学部という学部に属してました。で、そこから2009年にですね、環境学部というところに、場所が変わってですね、で、今、2015年から、工学部ができて、そこに建築デザイン学科が、あるというのが流れです。で、この前から女子短大だった時代から住居系の、そういった部門があったんですが、そこから4年制のですね、建築を学ぶという学科へ、変わってきているという背景があります。で、何が言いたいかというとですね、建築ってどうしてもこう建物の単体だけをこう見がちなんですけども、こういう人間とかですね、我々人間ということか、あと環境という大きなことも含めて、建築を考えていこうという、そういった姿勢で、多分学科はいるんではないかなと。現在、来年度もそうですけど、8つのこう、プロジェクトが展開していて、我々教員が専門にしていることと、関連して、さまざまな、文字通りプロジェクトを展開をしています。で、例えば、見ていきましょうか。これはですね、建築の地図を作るっていう、そういうプロジェクトですね。で、街の中をこうずっと歩き回ってですね、オリジナルの建築マップを作るプロジェクトですね。で、こいつは僕のやってるやつで、木で作るっていうプロジェクトなんですけど、実際に、ただこう、デザインするだけじゃなくて、実際にこう、作ってみる。そういうプロジェクトです。で、あと、メディアでアートって、これはメディアアートっていう、ちょっとわかりづらいですけど、こう、どう言ったらいいかな。例えばコンピューターグラフィックスとか、映像とか、そういったものを使いながら、アートと建築の橋渡しをしていくのは、こんな感じですね。散歩でちょっとわかりづらいですけど、これはちょっと生物学的なそういったモチーフをベースに、いろいろなインスタレーションを作っていこうっていうようなプロジェクト。絵で建築。これは絵本を作る。建築の絵本を作る。オリジナルの。そういったものもあったり、SF で建築っていうのは、こう、いろんな映像とか、映画とかで SF を取り扱ってるんですけど、そういったものをベースに、建築とか空間を考えていこうっていう、そういう取り組みですね。で、パズルで空間。これはちょっと具体的ですが、パズルのモチーフを用いて空間を作っていったりとか、力でデザイン。これは少し力学的なアプローチで実際にものを作ったりっていう、そういった取り組みをしています。で、8つの、全然、なんていうんですかね、多様な、ベクトルを持ちながらですね、プロジェクトを展開していって、さっきも言いましたけど、外部に、いろんな発信をしていこうという目的ではないか、ことも目標の一つにしながらやってますね。2年前のですね、1月までアートトリエンナーレっていう、トリエンナーレので3回に1回やる、大きな芸術祭で、日本の国内でも一番有名な芸術祭の一つですね。で、世界中からいろんなアーティストが出展するんですけど、そこにこう、コンテストで応募して、なんていうんです、入選をして出展をしました。で、こんな感じの里山、フィールドミュージアムビジターセンターっていう、そういうタイトルで、ちょっと提案困難じゃなかったんですけど、いろいろこう調整しているうちにこう建築を作るということになってしまいまして、こんな感じでこうずっとユニットがバーって展開していって、こうインフォメーションセンターを作るっていう、そういうものでしたね。で、人の大きさこれぐらいなので、だいたい大きさわかると思いますけど、これは学生が、
デザインから設計をして、施工までします。全部作ってます。まあ、僕はもちろん指導しているので、デザインディレクションをやりますけど、まあ、実際こう作ったりデザインするのは学生自身がやっていますね。まあ、そういった、まあ、世界中のアーティストと並んでですね、出展するっていうチャンスも、あります。まあ、海外で出展したりっていうチャンスも中にありますね。あ、これがそのメンバーで、まあ、当時の2年生から4年生までですね、いろんなところから、チームを組んでですね、いや、懐かしい、やってます、2年前ですけど、はい。まあ、楽しくやってますよ。大変ですけどね。はい。というような感じです。あと、ことで、実際の具体的な活動も含めて、学科の概要をですね、駆け足でしたけど、説明をしました。はい。で